皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はサンシャインスクールのソープカービングレッスン54番目のデザインです。バラとハートの花を仕上げていきたいと思います。サンシャインスクールのソープカービングレッスン54番目のデザインを仕上げていきたいと思います。ペリカン石鹸を使います。プチベリーという石鹸です。まず石鹸のロゴを切り落とします。ロゴを切り落としたら花芯を作っていきます。花芯用リングのお問い合わせを最近よくいただくんですが、花芯用リングがこの2種類ありまして、以前使っていたのがこの花芯用リング 4種類ですね。1セット4個の花芯用リングを使用していましたが、今はこちらの6種類の花芯用リングを使っています。4種類から6種類に増えて、あと高さがこのように高さが全然違うので、花芯がより深く作ることができます。以前の花芯用リングはもう販売終了してしまったので、今作っているのはこの花芯が長い6種類の花芯の方を販売しています。これはサンシャインスクールのオリジナル の花芯用リングになります。ご興味がある方はこの動画の下の概要欄にお求め先書いておきますので、ぜひ見てください。お電話でご注文の方はこの辺に出るように作っておきます。まず花芯用リング6種類あるんですけど、今回は一番ちっちゃいのから2番目の花芯用のリングを使います。これです。この花芯用リングを使って石鹸の中心にリングを置きます。石鹸の中心にリングを置いたら均等にこれを押します。グッと押します。花芯を作りたいところまで押していきます。グッと押したらすっと上に引き上げます。もうこれで花芯の切り込みができています。花芯の切り込みを作るのに5円玉を置いたり1円玉を置いたり、製図用 の丸い板みたいなのを置いて作ったりするんですけれど、どうしてもずれたり、この切り込みを入れる時に斜めに入れてしまったりで、綺麗な花芯を作ることが難しいので、最初のうちはこういうリングを使うととても花芯が綺麗に作りやすくなります。まっすぐ90度に切り込みが入っているので、今回はちょっと外側から面取りをします。内側からでも外側からでもどちらでも面取りは大丈夫です。バラが深いととても立体感のある作品になるので、深く入れたい時なんかにもとても重宝です。こんな感じで外の面取りをします。その次に内側の面取りをします。中心にバラの花を作っていきます。花芯用リングを使うと簡単に綺麗な花芯が作ることができます。内側のバラの花から作っていきます。バラの花はもう何回もやってるんですけれど、1枚目の花びらを作って内側の面取りをします。2枚目の花びらを1枚目の花びらの下に重ねるように作ります。また下を面取りをします。3枚目の花びらを作ります。面取りをします。4枚目の花びらの下も面取りをして、5枚目の花びらは1枚目の花びらの下に持ってきます。そして面取りをします。2段目の花びらは花びらと花びらの間に持ってきます。
いつもライトをつけると石鹸の色が飛んでしまってよく見えない時があるんですけど、今日はリングライトを使って彫ってます。石鹸の中が全然見えない感じです。本当に動画撮るの難しいです。拙者で撮るとボケるので、どの角度がいいのかなかなかちょっと定まらないんですけれど、よく私の背中側からカメラを置いたらいいということを言われるんですけど、背中に置くとカメラに何が映ってるのかよくわからなくって、ピントが合わなかったりするので、全然違う人が撮ってくださると非常にいいんですけれど、固定カメラですと見ながらやらないと どこをどう掘ってるのかわからないし、細かい作業なので大きいものをバンと作るのであれば大体この辺に映ってるっていう感じでやればいいんですけど、こういう細かいところを映すときはやっぱり自分でカメラで確認しながらいかないとなかなか難しいのですよ。では外側の花びらを作ります。こうすると拙者にするとボケるんですよね。この辺でいいのかな。これ今私は石鹸を見てるとカメラがどう映ってるかわからないし、カメラをしっかり見ながらやると手元が見えない。どうしたらいいんでしょう。以前からお約束していました YouTube の登録者数が1万円に起こしたらライブでやりますって、定期的にライブでやりますっていうお約束をしてるんですけれど、今ちょうど8600名かな、今日の時点8600から8700の間だと思うんですけれど、まあまあ1万人に近づいてまいりましたので、私のこう予想によりますと来年早々には1万人越しそうなので、お約束通り定期的にカービングレッスンをこういう固定の取り方ではなくて、皆さんとお話をしながら作るという方向にて作るということをやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をされてその YouTube ライブでやるときにご参加ください。そうすると画面上でお話をしながら、あそこもっとやってみてとか、ここの波々どうとか、バラの角度はどうっていうので、こういうふうな感じでその場でやっていけるので、私も楽しいし、見てる方もどこを見たいっていうのが言っていただけるのでいいかなと思います。もうあとちょっとなので私も頑張ります。はい、1段目の外側の花びらがこんな感じで作ったら、2段目の花びらを作ります。バラの2段目の花びらです。あと今石鹸は今54番目ですけれど、フルーツやお野菜の方も追いかけるように今動画を今一生懸命作っています。なので順番で見ることができます。でどうやって見るのっていう質問とかお電話とかいただくんですけれど、YouTube の検索窓口に、サンシャインチャンネルってカタカナで入れていただくと、サンシャイン池田さんとかが出るんですけど、その中に私の顔が出てまいりますので、その顔をポンと叩いていただくと私のメイン画面に行きます。そのメイン画面の上の方にいろんなボタンがあります。そのボタンの中に再生リストというのがありますので、その再生リストを押していただくとソープカービングの早送り、フルーツカービング、メロンカービング、いろいろ種別に分けてリストを作っています。一番人気なのが韓国の旅の動画なんですけれど、ソープカービングの1番から
今日でこれ54番目です。54番まで通してみたいという方はそこの再生リストにありますし、自分が好きなものだけ見たいという方はそのボタンを押していただければその動画だけ見ることができます。はい、花バラができました。周りにハートを作っていきます。まずは石鹸を等分をします。8等分します。この等分が歪むとハートが小さくなったり大きくなったりするので真剣に等分はやってきます。まず8等分Vカットしてカットしていきます。ハートの外側の部分になります。少し丸みを入れてカットします。あと写真集を作ってほしいし、写真集があれば買いたい、マニュアル本が欲しいというご要望もあるんですけど、今のところちょっと作る予定がなくてですね、写真集であれば私の、インスタグラムをやっておりますので、インスタグラムのアドレスを下の概要欄に貼り付けておきますので、そちらのインスタグラムを見ていただくと、ちょっと最近はちょっとサボり気味ですけど、ここ 4,5 年同じデザインは上げてなくて、全然違うデザインがあと上がっていますので、そちらの方を見ていただくと写真集の代わりになるかなと思います。でその中からもこれをまた彫ってほしいというご要望があれば、この YouTube のコメントでも構いませんし、またライブをやるときに言っていただければ、そのライブの中で彫ることも可能です。はい、8等分したら今度その中もまた等分をしていきます。ハートの内側の部分になります。均一に V カットにしていきます。なんか以前カービングをやってたけど、いろいろ人間関係で揉めたりいろいろ言われたりしてやめたんだっていう方も結構いらっしゃるので、そういった方のためにもなるように、一番から基礎からこう見られるようにやっていますので、また思い出して彫ってみられてください。こんな感じで彫ってきます。今度は中にハートを入れます。ハートを入れますけど、ちょっと幅が広いので少し削ります。はい、ハートを作っていきます。の通りハートを入れます、はい、でくるっと回してきて一番最初のラインとつなげます、はい、ハートがこんな感じでくるっと取れるようにやっていきます。回してきて一番最初のラインとつなげます。ここで取れないと、ここの中に石鹸カスがたまるので、きれいに取れるようにハートの練習をしていきます。こんな風に簡単に取れていきます。最近はタイの先日タイに行ってきた時のタイの動画がいっぱいちょっと溜まってるので、タイの動画に
編集に追われててちょっとカービングの方がおろそかになっていますけれど、またあのこういうのが欲しいとかということがあればそれも掘っていきたいと思いますし、季節的にいろんな季節のものも取り入れたいと思っています。もうすぐクリスマスなのでクリスマスキャンドルとかもいろんな模様を作っていきたいと思います。ハートが8個出来上がりました。今度はハートの形を作っていきます。この上のところからハートの下に向かって切り込みを入れます。こちら側も切り込みを入れます。これを8個同じ形になるように、ハートが同じようになるように作っていきます。ハートはとても人気のデザインなので可愛く作るととても嬉しくなります。こういった石鹸とかカービング、こういう商品もいっぱい掘っているので、あの視聴者さんプレゼントとかもしたいんですけれど、あの視聴者さんプレゼントの仕方がわからないので、もしその視聴者プレゼントさんへのこうなんていうんですか、プレゼントの仕方とかご存知の方はぜひコメント欄で教えてください。ハートとハートの間をくり抜いていきます。くぼませていきます。最近はあのこう掘ってたまったものはあのカービングのこの花芯リングをあのご注文いただいた方にあの入れてるんですけれど、せっかく見てくださってるあのカービングには興味がないという方にもちょっとあの実際に見ていただきたいなっていう思いもあるのでお届けしたいと思うんですけれど、なかなか視聴者さんプレゼント、まあ、動画撮るのにおたおたしてて、あ、レースを入れていきます。ちょっとそこまで勉強不足でできてないので、ぜひご存知の方は教えてください。なんか効率のいい送り方とかありましたら。全体にレースを作っていきます。このデザインは結構人気のデザインなので、プレゼント用のデザインとして結構使っています。でまた下を面取りをします。レースの下を面取りをします。面取りをしたらまたその下に丸いレースを入れていきます。丸いレースを入れていきます。8個入れます。丸くなるように入れていきます。レースが入ったら面取りをしていきます。面取りは並々で面取りをしていきます。ハートの尻尾のところから尻尾のところまで並々で面取りをしていきます。丸くなるように放射線状に並々を作っていきます。はい、こんな感じでバラとハートの出来上がりです。とても人気のあるデザインです。
この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄にインスタグラム、ツイッター、フェイスブックのアドレスを貼っておきますので、ぜひそちらもフォローしてくださいね。